東京トゥインクルファンファーレによるファンファーレ生演奏をお楽しみいただきました。第8競争です。セガスターホース賞サラブレッド系 C1 クラス、距離1600メートル、出走16頭。ダイワカレン、ドリームキャッチャ、タグハンター、ドルチェローザ、紅葉アレス、ベニノアロー、ビッグアロー、トップオブ羽田、コスモリオ、コスモアンフォセ、ナペイルージア、アリオーン、ブリリアントレッド、ナリショーシーズン、ブラストクロノス、プレザントライフ、以上の16頭で争われます。枠入り最後に16番プレザントライフ、ゆっくり16番ゲートへと引かれまして、今収まりました。スタートしました。まずまず揃ったスタート。まずは内から2番のドリームキャッチャー、3番タグハンター、そして5番の紅葉アレスも上がっていきました。外からは12番のアリオーン、さらには14番ナリショーシーズン、あるいは7番ビッグアローと船内広がりまして、それから11番のラペイルージア、後位の後ろを追走するのは当番コスモアンフォセ、1コーナーカーブ、あとは4番ドルチェローザ、それから9番コスモリオが続いていきます。少し縦に長い展開です。前は2コーナーカーブ、先手は5番の紅葉アレスが取ってリードは1馬身半、2番手12番のアリオーン、1馬身差の3番手、外目から14番ナリショーシーズン、内を通って3番タグハンター、向こう上面1馬身差で7番ビッグアロー続いて、それから11番ラペイルージア、あとは中段に2番ドリームキャッチャー、並んで当番コスモアンフォセ、1馬身半差追い上げてくる9番のコスモリオ、それから固まりまして外を通って15番ブラストクロノスが追走、内を通って4番のドルチェローザ、さらには1番ダイワカレン、後方勢8番トップオブ羽田、内を通って6番ベニノアロー、外からは13番ブリリアントレッド、最後方16番プレザントライフ、前は 3,4 コーナーの中間、先頭は5番の紅葉アレス、リードは1馬身ぐらい、2番手7番ビッグアロー、手を動かして前と迫って400の標識を通過、3番手内を通って追走3番タグハンター、その後ろはちょっと離れました。前は4コーナーから直線コースへ、逃げる5番の紅葉アレス、1馬身半のリード、2番手懸命によって7番ビッグアロー、3番手から前へと迫って3番タグハンター、200を通過、追い込んでまいりますのは外目から4番のドルチェローザ、ぐんぐん足を伸ばしてまいりました。その内を通って9番のコスモリオ、リードを広げた5番の紅葉アレス、外から4番ドルチェローザ、さらには9番コスモリオが迫ってまいりますが、5番紅葉アレスが逃げ切って今ゴールイン。5番の紅葉アレス、人気に応えて逃げ切りました。鞍上戸崎啓太騎手、4番ドリチェローザが2番手、9番コスモリオが3番手、あとは3番のタグハンター、その後ろは2頭並んで、1番ダイワカレン、7番ビッグアロー、5番手争いで並んでおりました。ここ3戦2着が続いておりました。5番の紅葉アレス、今日は逃げを打って見事に人気に応えて逃げ切りました。鞍上戸崎啓太騎手、人気に応えました。2番手が4番ドリチェローザ、3番手が9番のコスモリオです。掲示板勝ち時計1分43秒後、上がり4ハロン53秒9、3ハロン41秒1と上がっております。着順払い戻し金の確定まで投票券は大切にお持ちください。第8競争でした。